今日はいろいろな苗のポットを作ります。去年から取っているものもありますけど、この中で畑に直接まくもの、人参、ごぼう、ほうれん草、バジル、オクラ、これは秋どりきゅうりなので、これはもう少し遅くまきます。こんなところか。ネギは直接畑でこのまま撒いてもいいんですけど、今回は牛乳じゃねえ、卵のパックを利用して種撒いていきます。おお、風強すぎる。
これにあのネギの種まいていきたいと思います。一応さあ、種をまこう。まあそれでこれを見ると、あの3から4粒、3つから4つまくってことなので、私は3つまくんですけど、あのいろんな苗、あの種をまいて大きくなっていくと、まあこれぐらい5センチぐらいになった時に鉢上げっていうふうに、あのこれを分解して、あの1つのポットに1本ずつ植えてやります。そうするとまあ9割近くはあのちゃんと育つので、3つずつ、例えば5つに巻くと産後15本の苗ができるので、あのそういう感じでやります。で4つ巻いても3、4、12本できるので、まず、4つかな、4つずつ4つずつ作ります。オクラの種ってこういう感じの種です。でこれを3つずつ1、2、3、1、2、3、まあ三角形状に入れていきます。3、1、2、3でまあこれ去年のオクラやしな、どうしような。もうちょっと作るか。1、2、3、1、2、3、8、3×24本。
これ全部育つとオクラの苗が3パ24本できますけど、まあ、そんなにできてもしょうがないので、もうこれ2年目の種です。次、トウモロコシ。トウモロコシは苗は2週間に1回ぐらいずつ作ってきます。トウモロコシってもう成熟期が一緒なので、もうどんどん食べないと実が何ていうか老けていくというか縮んでいくので、毎日ずっと食べようとすると2週間に1回ずつ種をまいて畑を植えていくということで、いっぺんにはそれこそたくさん植えないようにしてます。それこそ 3,4,12、これも2つから3つということになってますが、まあ、3つぐらいずつ入れていきます。これ、トウモロコシ、もう一回入れるか。これも去年の種です。去年まいた種ということでね、買ってきて、だから。また2袋も買ってきてしまいましたが、売るわけではないのでこんなに作ってもしょうがないんですけど、シシト、これもよく去年よく取れました。これはね、すごい細かい、細かい種です。これ本当に去年もいいシトができました。これも3つぐらいずつ入れてきます。
この中でピーマンとシシトウだけなんですけど、湿らした土に種をまいて、水やらずに新聞紙をかけておくというふうにこれ書いてあるので、去年もそうしましたが、私は種をまいてその上に水をかけてちょっと土を隠しておく、あとは水をやらないというふうにしてやってます。そうしないとこれがまあベタベタになってしまうので、というやり方をしています。こちらがオクラ、トウモロコシ、そしてシシトウの、種まきました。であと土をかぶして水をやるだけなので、一つかみかぶせるだけです。はい、これで水をあとはやるだけですね。今日植えたのはトゲナシ千両二号。これはね、種が少ないんですよ。種3つずつ1つのポットに入れてありますけど、6つしかできませんでした。それからよく取れるナスっていう長ナスですけど、これは種いっぱい入っていたので8つかな、8つ作って、その横がつるなしインゲン、これも8つやね、8ポット。それからオクラとトウモロコシ、それからピーマンで、シシトウだけはちょっと新聞かぶして水やらないように育てます。こんなに細かいんです。ネギの種。キュウリを8ポット。これは夏と秋用のキュウリですね。それからネギはいつも畑に直接直まきするんですけど、抜いてまた植え替えしなければいけないので、今回卵のパックに巻いて、少し苗で大きくなったものを植えるようにちょっと初の試みですけどやってみます。これも新聞かけておけということですから、それまで、芽が出るまで新聞かけておきます。